福養町は、熊本県中部にある町で、菊池郡に属する。近年、熊本市のベッドタウン化が進み、人口増加率が、全国トップクラスとなっている。熊本市の北東側に隣接する町。町の中南部を白川が整流しており、沿岸には、貸し段球が広がっている。また、北部では、堀川が流れており、流域には、 数多くの用水路が張り巡らされている。菊池郡に属するが町域に菊池川の支流は流れておらず、菊池川流域同盟には加盟していない。熊本市の中心部まで約 15km 程度で鉄道で20分、バスで約30分で移動できることから、ベッドタウンとしての性格が強まり、人口が急増している。特に住宅地。 光の森の分譲が始まってから、町の人口増加率は、熊本県内の自治体としては最も高い数値を、示す。1995年観光、菊陽町市より、周辺の高市町、西郷市町、大津町と合併し、2005年に、東熊本市として、市政を施行するべく法定協議会を設けていたが、大津町が、 協議会から離脱したため2004年10月に協議会の休止が決定され合併不成立に終わった。当面は合併の予定はなく単独調整を継続する方向を示している。公術のショッピングセンター、駅、空港などは除く。主に菊陽町の南部及び東部では農業が盛んである。特に南部の白川周辺域は熊本都市圏における。 地下水管用に重要な役割を果たすことから地下水保全のために2004年熊本市及び大津町と共に旧作中の旗田に水を張る農家に助成金を払うという白川中流域における水田炭水推進に関する協定を結んだ。また、人参は国から産地指定を受けており熊本町人参、菊葉人参などのブランドで全国に出荷している。 なお、菊陽町のマスコットキャラクターはこの人参をモチーフにしたキャロッピーである。昭和50年代まで工業分野では目星い成果がなかったが、昭和末期である1987年1月より、東京エレクトロン九州熊本工場が稼働。そして、2002年、第二テクノパークにソニーセミコンダクタ九州が工場を稼働してからは、 半導体関連企業の進出が相次いだ。特に続き防石熊本工場後に建設された富士フイルム九州工場がその最たるものである。半導体工場の進出が相次いだ理由としては、工場に必要な地下水が豊富であること、熊本空港及び九州自動車道熊本インターが近く交通の便が、 良いこと、中国や韓国などに近く、アジア戦略の拠点となりやすいこと、等、を進出企業が、マスコミのインタビューで挙げている。1980年代前半には隣接する、熊本市武蔵が丘に武蔵プラザ、ニコニコ道武蔵が、丘店、ことぶきやくすのき店、あるいは、熊本市内中心部の鶴屋などがあり、町民は、 地元の商店で揃わないものはそこまで買いに、出かけていたが、1987年コトブキヤ、ことぶき屋、菊陽店が開店してからは、市内に出かけることも少なくなった。ことぶき屋が、実質倒産した後、菊陽店はことぶき屋系列の中でも売り上げが高い、方でありうと店、玉名店などと、同じく中心店舗の一つであったため、ことぶき屋の店舗が、次々閉鎖される中、 ウト店、玉名店とともに、ジャスコが買い取り再オープンしたが、建物、施設等の老朽化並びに、熊本都市圏の区画整備によって周辺にはさらに、競合施設が立ち始めたことによって、客足が減少したため、2020年2月29日を、もって閉鎖し、1年間の大規模改修工事を経て、2021年3月に、カリーの菊用として生まれ変わった。さらに、 2004年、熊本県住宅供給公社が開発を進めていた、光の森に、約120のテナント及びシネコンを揃えた夢タウンが、開店して、光の森に飲食店、ファッション関係の店などが、数多く進出している。2013年には、東京エレクトロン、九州工場跡地に大規模商業地を開発、菊陽目が、モールとして、はい、広瀬や、 ドンキホーテなどが展開している。夢た海光の森ただし、町東部や南部などはこれらのサービスエリア外となっている。大学高校庁内には、高校は、公立、私立ともに存在しない。公立高校に関しては、菊陽町は、熊本県立高等学校の通学区域に関する規則では、県王学区となり、熊本市内の公立高校を呼び、 三船高校、宇都高校などへ通学することができる。また、県北学区に属する大津高校は、特例として、菊陽町も、通学区域となっている。中学校、小学校、学校教育以外の、施設路線バス2008年10月には、熊本電鉄バスの三里目経由、竹砂線が、休止、2015年11月30日に、 参考バスの路線網再編により三里目地区移東の路線が短縮、廃止されたことにより、超北部、東部、南部地区では、公共交通機関としてのバスは、参考バスの E3 から5系統と、コミュニティバスキャロッピー号のみとなっているにて保管している。かつて、同名地区では1日1、または2往復、55系統の桜町 BT。 熊本リハビリテーション病院線が運行されていたが、2020年9月30日を、もって廃止された。高速バスもよりのバス停は武蔵が、岡バスストップまたは、松の、本、バスストップ。特に武蔵が、岡バスストップは、桜町 BT を発着とする福岡方面、長崎方面を呼び、本州方面行きすべての高速バスが停留する。 高速道路九州自動車道が町の西部を通っているが町内に施設はない。最寄りインターチェンジは熊本インターチェンジ。一般国道国道57号線上の菊陽町と熊本市の境界主要地報道。一般県道大技作れが広大であり、人口も増加したことに伴い、2007年度より住居表示に関する法律による 住居表示事業を進めている。そのため、新規の郵便番号が、住居表示を実施した地区にはあり当てられているが、光の森に関しては、土地区画整理による町名の変更であり、住居表示とは異なる。ありがとうございます。